さん、おはこんばんちは、ゆっくりヨウムです。フランだよ、久しぶりねヨウム。あれ、どうしたの？皆さんにお詫びがあるのです。ちょっと更新が遅れたのにも理由がありまして。早く言ってよ、不安になるじゃない。結論から申しますと、録画ミスをしてしまい一つ目の神殿のプレイデータが、おじゃんになってしまいました。なるほど、だからこんな、無音ムービー垂れ流し状態になってるのね。録画環境が変わったのに確認せずに進めたせいなのです。つまり怠慢ね。ぐは、本当に申し訳ございません。でも一部のプレイ動画は音声なしですが保存されてたので言い訳がましく流してます。まったくもう何やってんのよ。でも頑張ってボスと戦ったんで許してください。あ、ギラヒムだ。ゼルダ無双ではたらこ唇とバカにしてましたが普通に強敵でした。失礼しました。でもなんだろう、この最先端ファッションすぎて、ついていけない感。確かに。とりあえず神殿は無事にクリアできたってことね。さようでございます。ゼルダ様にはやはり会えませんでしたが。そりゃそうよね。ここで会えたら話終わるじゃない。そして動画の続きは第一の神殿導入から入ります。皆々様引き続き頑張りますので、何卒、よろしくお願い申し上げます。はい、皆さんおはこんばんちはは、ゆっくりヨウムでございます。不乱だよ、おいてめ何しょっぱなからふざけてんのよ。私ヨウム失敗を取り返したい、その一心でございます。やってしまったものは仕方ない、失敗を引きずってブルーな実況にしたくないのです。まあ確かにそっちの方がいい気がしてきたよ。では張り切っていこうか。はい、完クリすることが皆様への恩返しだと思っています。わかたわかたで、どんな状況なのよ？二つ目である第一の神殿へ向かい突き進んでいる状況であります。神殿入り口の鍵が何者かにバラバラに隠されたため、ピースを拾い集めている状況です。なるほど、すでに一つ目のピースを見つけたところからスタートね。そういうことでございます。助け笛を持ってるゴブリンに耐震補強工事の必要性を教えています。いやいや、ただ柱ごと葬ってるだけよ。言い方次第です。そうそう、新しい武器も手に入れました。どれどれ、強い？ソホセリネシー、テイヤ。なんや、その締まりのない名前は。テイヤちゃんは。このアイテムは RPG の概念をぶち壊す世紀の発明です。そこまで言うか？今までは、崖は愚か策でさえも飛び越えれなかったです。それはなぜかわかりますか、フランさん。知らないよ。ダンジョンの隅々まで設計するのがめんどくさかったんじゃないの？半分正解です。今まではそこまでのデータ容量がなかったのです。しかしこのアイテムはその制限を取っ払い空間を自由に浮遊できちゃうという、これはゲーム界の大革命です。そうだったのね。あくまで素人の個人的見解なので気にしないでくださいね。いやー。つらつらと喋っておきがそれかよ。ヨウム選手、最後はしっかり落としてきましたね。そうですね。これまでの経験を生かしたナイスインです。実は、壁に張って進めるかなと思ったのですが、これが正解だったとは。あの崖を自らぶら下がるとはさすがリンクさん。おっとこっちですね。前回りジャンプするとこだったね。ハートを補給してっと、これは届くわず。ジョイサー、この不安定なツタにまっすぐに飛び込めるのすごいよね。さて8000人の部下たちが通れるようにしておくか。あんたはいつも単独行動でしょうよ。異常な高温ってヤバそうね。溶けてなくなりゲームオーバーです。トラウマになるわ。道筋を記してくれるファイさん、ありがてえです。感謝してもしきれないね。ご指示通りに、切るだけでなく剣先で探知できるハイスペック具合。溶岩がにじみ出ちゃってるね。触れたら一撃かもよ。恐ろしすぎます。お、反応してますね。右側に右折ということですね。頭痛が痛い的な表現になってるよ。そんなことよりまあまあ燃えてます。やけどの皮膚に滑り台は地獄絵図だね。獅子を誠になってしまいます。うおー。なかなかのアトラクションっぷり。ヒヤホー。滑ったり飛んだり縦横無尽だね。ホリホリします。あ、妖精出現。埋まってたのですか？かわいそうに連れてってあげます。ただの水が入ってるね。なんかの時に使えるかなと最近天才も多いので、しかし水よりも妖精さん。自動的に回復させてくれる優秀なやつ。おとなしく捕まれごらー。やっと私にも仲間ができました。よかったね。初めての仲間だ、祝いのパーティーでもしようじゃねえか。何いきなり陽気な海賊みたいになってんのよ。他にも色々ありそうなので散策しますよー。あぶね。危うく下まで滑るとこでした。なんだルピーだけか。次行こ次。四角い物体発見。無王どこですか。あ、ほんとですね。これは確かスカオビームで成仏させるのね。かつて女神様がこのキューブをいろんなとこに置いたらしいけど、何のためかあまりわかってない私。とりあえず供養します。天使とお帰りなさい。ありがとう。このご恩は一生忘れません。何アフレコしてんだよ。いやいや聞こえましたね。耳鼻科行け。走るより滑る方が早いという。このシーンでスーパーマリオ64を連想した人間は挙手。それやったことないのでわからないです。
あんたあの64を代表する名作やってないの？私は虫釣りしかやったことないです。おっさんかお前は。ジョークです。かなり歩き回りましたが戻ってきてしまいました。おい燃えてる燃えてる。あわわわわ。あ、ひらめきました私。嫌な予感。ゼルダ様の反応と反対方向に実ハウラステージが隠されているのです。ほんとかよ。ゼルダファンの私にはわかります。うおお。でも本当に道になってるね。来た。わしの勝ちじゃあ。あはははは。まずいまずい死ぬ死ぬ。走れ走れ。うお？そこなしのアホだな。あ、見捨てないで。おい、そっちはダメだろ。どこで尺取ってんのよ、下手くそ。これはまさに地獄です。背景お母様、私は今、地獄にいます。逃げようと思っても壁を登ってしまうのです。おいおい、本当に死ぬわよ。だはー、なんとか一命を取り留めました。身投げしたようにしか見えないんだよ。坂を滑ってる途中で気になる吹き出しを見つけました。いざダイブ。うわ、マジか、交互に吹き出すパターンかー。ちょっと無謀な見切り発車が多いわよ。リンクさんの身にもなりなさい。ごめんなさい。慎重に行きます。流れを読まないとです。もう残りハートも少ないし、これ以上は落ちれないわ。ふむ、後ろが出た後前が出る。しかし、前が出てから少ししないと後ろは出ない。ザッツオーライ。あ、やべ、今のは際どかったです。なんとかいけたね。これでゴルピーだったら面白いね。それだけは勘弁です。よしゃかにピースゲート。あと3つもあるのね。先は長いです。何か岩が詰まってない？ほんとですね、溶岩の詰まりを解消しましょう。いいところに生えてるね、いつも。そりゃクリアできるように考えられてありますからね。それは言わないよ、約束。いっけね。スローインします。ナイスイン。ドボボボボー。すごい溜まってたのね。流れの遮断を解除した私は村のヒーローです。誰も気にしてなかったぞ。そして隠されていたステージが現れました。ふふ。爆弾を通らせるべきであろう跡があるね。え、どこですか？この角度ならいけるはず。ボーリングは得意です。いや、だから目の前に跡があるだろうがよ。おーのー。あー、これですね。気づきましたよ、フランさん。そう、それそれ。でも今まで爆弾を転がすなんて方法なかったから、すごい斬新よね。この軌道は納得いかないです。絶対私の角度の方が正解ですよ。つべこべ言うな。穴だけですか？でもあの穴は鍵だね。ほらねほらね。よし、順調です。さっさと集めて家に帰るぞ。神殿に行くんでしょうが。いや、もう暑すぎてブーツだから足なんかムレムレです。パンツ一丁でいいんじゃない？さすがにパン一で穴掘ってたらヤバいやつでしょ。確かに。次のピースはあの辺のようですね。とりあえず上に向かうか。てっぺんから岩を転がしてくるゴブリン野郎がいるので成敗します。そのまま登ろうとしても踏みつけられるだけだからね。暗い。そんな声を荒げるシーンでもないぞ。なに？しかも二段攻撃ですか。危ねえ。あはは、惜しかったね。吹っ飛ばされるとこでした。こいつ許さん、私のフライトテクを見せてやる。角度をつけて突っ込む。あんま角度ついてなかったけど。やったぜ。あー、間違えて放ってしまいました。へえ。あはははははは。ほんとアホね。むう、こんなもんじゃめげないぞ私は。とやー、よいしょ。葉っぱ越えてやったぜ。頑張ったわね、ぷぷ。ふう、ここは一度来たことがありましたっけ。どうだろう。突き進むのみ。むむむ、ボスと戦えるくらい広い部屋です。でも BGM がそんな感じじゃなさそうね。うわ、何、気持ち悪いのがいます。とりあえず声かけてみたら。そうですね。すっごい柔らかい声を出しますね。何これ、掛け事っぽいです。面白そうね。私にやらせてよ。倍にして返してやるわ。あまり進まないですが、とりあえず1回だけですよ。任しとけ、こういうのは得意よ。掘って出たルピーはもらえるようです。ただ爆弾をヒットそこで終了とのこと。承知。高額ルピーの近くには爆弾が埋まってる確率が高いみたいです。なるほどね。サンキュー。目標は60ルピー。お手並み拝見といきます。残り半分ね。すごいです。あそこが5ルピーだったから、ここね。わー、取り返せなかったじゃないですか。しかも高額ルピーばっか残して、あと70ルピーもある。でもまあ継承よ。7ルピー損しただけじゃない。すぐ取り返せるわ。もう一回。もう一回だけやらせて。
このままじゃ腹の虫が収まらないわ。わかりましたよ。皆さん、フランさんの逆転劇は次回に続きますお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。次回も、ゆっくりしていってね。ルピー全部取ってこの店潰しちゃる。そんなことからギャンブラーの血を目覚めさせてしまったフラン。運よくビギナーズラックをつかみ次第にギャンブルにドハマりしてしまう。しかし続ければ続けるほど負け額が大きくなり、ついには借金までしてしまうことに。どん底にまで落ちたフランは人生をかけた一世紀大の大勝負に出る。次回、生きるか死ぬか、運命のスカイダイブ。見とけゴルアー。